はい、皆様どうも、本日は9回目のこちら。忘れないで大人になっても続き、やっていきます。それじゃあ前回の続き、第9章から。第9章、二人、見ていきましょう。前回、虎徹の父が母を殺してしまう映像が見えたが、今回、それを阻止するとこまで行くかな？ここでのぞみと一旦お別れ。何の話だ？あ、のぞみが親から虐待受けている疑惑を調べるために一緒にお風呂に。あっこ、やるな。そしてやはり、体中にあざが。なるほど。お、男らしいぞ、虎徹。良い子たちです。あっこ、強烈な一言。あ、まだあっこにだけ嘘ついてたって言ってなかったな。さあ、あっこ信じてくれるかな？さすがに33年後の未来から来たなんて言えないですからね。40時間、こっちの過去の世界に入れる残り時間。お、引き続きかくまってくれるみたい。思い当たる、何のことでしょうか。あっこの話したいこと、ちょっと怖いわね。確かに。そして話した内容も嘘なんだけどな。ここの戦闘で事件が起こるのはおそらく夜なので。それまで二人は別の七不思議、ツチノコの調査。なんか面白そうだぜ、ワクワク。確かに、手がかりがゼロじゃ。ほうほう、じゃあ本屋さんかな？お、やっぱ本屋だな。ってことで本屋に向かった港。キノコの有力情報、ゲットなるか？
マジかー。これは直接いろいろ聞きに行くしかない。いざ、ツチノコハンターのところに。いたぜ。ここはファンと嘘をついて距離を縮める作戦ね。サインなんかいらないので、ツチノコ情報ください。てか、本当にツチノコなんて捕まえたことあるのかこのおじさん。この発言的に、捕まえたことはなさそう。詰め寄る二人。お、何か教えてくれる？ってことでこの後このおじさんに酒、サキイカを持ってこいと言われたので。両方ゲットして渡してやったぜ。あ、駄菓子屋のおばあちゃんの食べかけなのバレた。カットしちゃいましたが最後の一個、食べかけのを譲ってもらいました。お、ようやく有力な情報。に、人間の髪を燃やした匂いだと？どんな匂いがするのだろうか。ほうほうほう。さあ、ツチノコの正体とは一体。髪の毛、自分のじゃダメなの？その手があったか、床屋さん。忘れてた、二人は親子だったな。ってことで髪をもらいに床屋さんに来たけど、すでに閉店。しょうがないので床屋さんのゴミを漁って髪の毛ゲットします。港、旗から見たら完全にヤバいやつ。お、無事にあったようだな。さあ、これで渡ると合流とその前に。そうね、夕方神社に来てってあっこに言われていた。話があるって、なんだろうか。神社の娘、親近感。まれびと様、確か七不思議の一つ。あっこ、何かを知っている？ま、マジか。どんな言い伝えなのか、気になるな。正直に未来の渡る、父から託されたノートなんて言えないですからね。うんうん、言わないから聞かせて。おお、なんか荘厳なメロディーが。
これまれびとってまさか。33年に一度使えるタイムマシンで未来、別の世界からやってきた。港じゃないかまさに。まさに今の港だ。過去に入れる時間は3日、完全に一致。まあここまで一体に一致してれば疑うわな。確かに、港正論。焦ってその場を立ち去る港。なんだ？マジか。はい、ここで第9章は終了。それじゃあまた次回、お楽しみに。皆様、本日も主チャンネルをご視聴いただき、誠にありがとうございます。もしよろしかったら、動画投稿の励みとなります。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。ではまた明日の動画で。